大田圭介は毎日放送制作局テレビ制作部所属のテレビプロデューサー、ディレクター、京都府出身。1997年に毎日放送入社。入社以来、東京支社でのテレビ編成制作に所属。数多くのバラエティ番組を担当した。その他にも歴史機構番組、アート系の番組などを制作している。テレビの他にも、 アカシア・サンマがパーソナリティを務める MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日を担当している。サンマとの交友関係も深く、プライベートで、旅行やゴルフを楽しむ中である。編成部時代は新しい切り口で、様々な番組に影響を与え、新番組を立ち上げた、視聴率データに基づいた緻密な戦略で、数字の向上に大きく貢献した。数字の魔術師。 営業部時代にも今までの営業姿勢とは異なる。全く新しい視点から生み出される営業手法は当時視聴率の低迷により売り上げが落ち込んでいた会社においてまさに救世主であった。制作部の経験が長いため番組内容まで踏み込んだ細かなケアがクライアントから重宝された。彼が立ち上げた HP のメディアレップのフォーマットはかなり上質なもので 他局もこれをモデルに追随し、同局では現在でも使用されている。両親ともに芸術一家で、歌舞伎等の伝統芸能とのつながりも深く、祖母は松本幸四郎の前の師匠でもある。父方の親戚には、大田信用氏も、節古堂創業者上記にもあるが、幼い頃からの環境からか人の心をつかむのが、うまく演出の才能があるためか、各番組では、 演出を担当することが多い。着眼点が良いのか彼の演出番組は関西では珍しく DVD 化されたものも多数。非常に交友関係も広く様々な業界とつながりを持ち、先輩方の懐に入り可愛がられている。ありがとうございます。